MacPorts は MacOS および DarwinOS 上のソフトウェアの導入を単純化するパッケージ管理システムの一つである。以前は DarwinPorts と呼ばれていた。MacPorts はその他のフリー、オープンソースソフトウェアの導入を単純化するためのフリー、オープンソースソフトウェアプロジェクトである。Fink や BSD の Ports コレクションと同様の目的と機能を目指し、 ダーウィンポーツはオパンドウインプロジェクトの一部として2002年に開始した。ランドンフラー、ケビン・ファンベクトン、ジョーダン・ハワードを含むアップルの従業員の多くも関与していた。マックポーツではターミナルにおいてスドーポートインストールパッケージ名とコマンドを入力することによって多くのパッケージを導入することができる。マックポーツは指定されたパッケージの コンパイル済みバイナリがある場合はダウンロードし、ない場合はコンパイルとインストールを行う。依存関係にあるパッケージも自動的にインストールされる。インストールされたパッケージは、スドーポートセルフプデートというコマンドでアップデートすることができる。2005年4月28日、プロジェクトは MacPorts のバージョン1.0をリリースした。2005年12月、プロジェクトは マイルストーンである3000ポートを突破した。2010年8月、MacPorts バージョン1.9、1は7000ポートを超えた。2011年8月現在で、MacPorts バージョン2.0、1は8300を超えるポートを有している。MacPorts は現在 MacOS 法時にホストされている。公式 MacPortsGUI アプリケーションは、パレットと呼ばれ、2009年に Google、 サマーオブコードとして始まった。ありがとうございます。